宮口桜子です。2日目も最後でした。最終日でしたが、サンホー関フェアに行ってみました。では買ったものを説明紹介したいと思います。福袋はエミさんも紹介しましたが、もう時間がちょっと行ったのが遅かったため、もう売り切れ出したので買うことができませんでした。まず最初にこれを説明します。これはシールバインダーといって、シールを貼るものです。こちらはファスナーポケット付きということで、細々としたシールも入れることができます。シールを貼るとこのような形になります。では次に筆箱を紹介します。これはまたまたエミさんを紹介しましたが、結構ペンなどが入りそうなので買いました。次に糊を紹介します。この糊はうさぎとアヒルで可愛くなっています。こちらは青のペンです。これは鉛筆削りです。鉛筆と色鉛筆2つとも削れるようになっています。次にこれです。これはほっぺちゃん爪磨きで、次にこれです。これはマグネットピアスです。そしてまたまたこちらはアンケートに答えたためもらえた下敷きとシールです。ではもう一つ紹介したいと思います。これは2日間行ったためにもらえた三宝石の免許証、それからほっぺちゃんのはがきです。これはもう2枚目になります。これで紹介終わります。